こんばんは。3時から、そう、3時からなんです。すごいよね。やばいやばい、熊ひどい今日はね。みんな、こんばんは。ひめたんやぞ。そう、3時からなんだよ。すごいよね。終わるのがとっても早いんだろうな。みんな帰省する？実家暮らしの人もいるか。こんばんは。明日公園行く。おー、待ってます。みんなで年越しの準備をしましょう。ひめたん生誕 T シャツを着て大掃除。おー、すごい。お疲れ様です。いやー、明日楽しみだってさ。好きな、私の好きな曲たくさんやるんですよカビゴン、そう、カビゴン、髪の毛のせた。明日も仕事ですね。一緒に頑張ろうね。頑張りましょう。ひめたんは何の曲をするの？さあ、何でしょうぜひよろしくお願いします。ちょっとね、さっきまで一生ポケモンやってたから。ダッシュできました。おお、さすが。ひめたんは帰省するの？当たり前よ。帰省しなかったら死んじゃうって、それは。でも全然すぐお仕事あるから、みんな頑張ろうな。みんなもお仕事あるよね。お正月、お正月なんてない人もいるでしょう。一緒に頑張りましょう。そう、リップ塗りたて。最近、今日はちゃんと寝るんやで。最近ね、たくさん寝てます。たくさん、最近はとっても寝てる。明日 DMM で見るんで、ぜひぜひよろしくお願いします。そう、見てのお楽しみだよ。明日は大富豪もやってほしい。やってるよ、ちゃんとやっております。みんな遭遇しような。あ、今メール来ました。ありがとうございます。神奈川でもポケモンそれは当たり前です。あの、ランクって言うんですか、ランクじゃないか、位って言うんですかが落ちちゃうから。あれ、でも新しくなるんだっけ、ランクマッチ。もう最初からになっちゃうんだっけ。みんなモンスターボール級から始めるのかな。よくわかんないですね。青がのお見送りで良いお年をって伝えればよかったいやいやいや、今日ここで皆さんで良いお年をって言いましょう。
早いけどね、まだ明日あるけどね。ねえ、なかなかさ当たんないよね大富豪。全然遭遇できん。やりましょう。ひめたんツイッターしないの？いやいや研究生だからダメなんだよ。したいですね SNS。 なんでダメなんだろうね。何時ぐらいに大富豪やること多い？でも結構不規則だけど、朝早くからかな、か夜、夜中かな、10時くらいかな。姫とはマスターボール級当たり前よ。でもね、死ぬほど順位、あ、順位か、順位っていうんだね。順位が低いですね。4桁行きたいけどな、無理ですね。やっぱ実況者すごいなって思うよね。やっと明日から休める。わあ、お疲れ様。仕事納め。もばめ取ります。やった。ぜひ。じゃあ終わってから送りましょう。終わってから、このショールーム終わってから送ります。あ、22時は夜中じゃない。そうですね。夜ですね。夜中やっちゃいけないからね。怒られちゃうから。6時とかによくやってるイメージ。あ、私がやってる時間って皆さんわかるの？姫たんはヤドン好き？ヤドン好き。明日も仕事だ。一緒に頑張りましょう。仕事納め。みんな仕事納めいつ？お、たくさんコメントが。ああ、ありがとうございます。ヒメタンのほっぺが好きです。やったね。今日はリップ塗ってる。うん、色なしだけどね。色付き塗ればよかったよ。失敗だ。いやー、明日。おー、あ、みんな一緒じゃん。今日の人もいるね、仕事納め。ねえ、みんな頑張ろう。頑張っていきましょう。あ、収められない人もいる。大変だ、頑張れ、みんな。仕事納め知らない人もいるね。はい、仕事納め。もうこの話はやめましょう、かわいそうなので。みんな頑張れ。頑張りましょう。ひめたんとえなたん同じ誕生日ね。そうなんです。1月9日。2月握手行きます。初めてです。おお、やったー、待ってます。たくさんお話しましょう。なんか髪の毛が。あともうちょっとで切れちゃうかな。明日は DMM で応援しています。お、ありがとうございます。なんかさ、みんなに直接見てほしいけどね。
それは難しいし、予定もあるしね。姫と生誕祭いつ？さあ、でも行きやすい日ですね。うん、行きやすいであろう日だと思いますね。待ってます。はい、さーい。沖縄、沖縄いいよね。沖縄行きたいな。沖縄はい、ここまで教えてあげておるので皆さん、姫たんの生誕祭お待ちしております。これ発表っていつなの？もう決まってるんですけど決まってるんだけど、発表って遅いね、いつも公演の。あ、そっか、誕生日に大富豪のカードもらえるのか。あとパッションフォーユーのカードっていうんですか、あれカードなの？どんな写りになってるんでしょうか。楽しみですね。レコ大って何？なんかみんな言ってる。なんかみんなレコ大って言ってるよ。何？あ、なんちゃら大賞っていうやつなんだ。へえ、わかんない。テレビ見ないからな。もう最近さ、本当にテレビ見ないんだよね。なんかどうですかみたいなニュースしかねえ。公演のさ、情報って出るの遅いよね。ギリギリだよね。みんな初詣で当たりますようにってねえ。信号機サイリウムお願いします。カードの撮影は結構前なのかな。そう、めっちゃ前。これやだけどしょうがない、しょうがないです。レコード大賞、おー、すごい欲しいなってしまう。なんででしょう。レコード大賞ってなん、あ、そう、明日ね、お披露目から1年なんですよね。早い。皆さんありがとうございます。来年もよろしくお願いします。そう、1月の誕生日の人多いよね。大変だ、生誕祭まみれだ生誕祭楽しいけどね。なんか普段よりもふざけられるって感じ。ちゃんとやってるけどね違う違う、そういう意味じゃないですね。なんかさ、公演当てるために観覧車乗るってどういうこと？観覧車を乗るの？すごい、レコード大賞の実況がいますね。姫たん、あんま興味ないな、パプリカなんだ。パプリカ好きだよ。何、レコード大賞ってすごいの？大賞だからすごいんだろうな。みんなパプリカって言ってるじゃん。すごいね、レコード大賞が好きなんだね。あ、年の終わりだからレコード大賞っていうのやってるのかな。ねえ、1月生まれのメンバー多いね。しかもまだ12月生まれだけど生誕祭やってない人とかたくさんいるんじゃない。ココナーさんとかね。楽しみですね。
あ、観覧車5回乗ると公演応募できる券がもらえる。あ、そうなんだ。へえ、観覧車5回って死んじゃうよ。私観覧車初めて乗ったけどさ、SKE のコラボの時乗りたかったんだけど、あ、もうすぐで切れちゃうかな。コラボの時に乗りたかったんだけど乗れなくって、で、リゼロのコラボの時に乗ったんですけど、いやー気持ち悪かった。ココナさんと一緒に乗ったんだけどね。いやー観覧車無理だなって思った。別にそんな高所、なんか高所恐怖症ってさ、あれ自傷じゃない？あれって診断される病気なの？え、高所恐怖症って何なんだろうね。私そうなのかな、わかんない。でも観覧車は気持ち悪かった。子供が泣いてる。 かわいい。あ、ココナーさんだけなんだ、12月でやってないの、生誕祭。体質、あ、体質なんだ。自傷かな、だよね。高所恐怖症って病気？わかんない。飛行機は全然乗れるから高所恐怖症じゃないね。乗り物酔いなのかな。そう、結構私酔いやすい。乗り物酔いしやすいんだよね。ココナさんが観覧車で暴れたから。 暴れてないです、あの人は。うん、閉所恐怖症。ああ、でも狭いところ好き。ああ、もう切れちゃう？みんな良い私を。そう、バスとかね、車とか移動中とかもね、すごい気持ち悪くなっちゃうんだよね。みんなバイバイ。あ、でもまだ1分あるじゃん。みんな良い私を。今年最後かな、これの配信が。バイバーイ。 おやすみー。ひめたんは今日高所恐怖症じゃない。バイバーイ。明日よろしくお願いします。おやすみ。バイバーイ。全然切れない。バイバーイ。良い私を。長っ。全然切れんやん。バイバーイ。おやすみなさーい。